ハロー YouTube、スポーツ部活チャンネルの立ち順です。じゃーん、サーフィン五十嵐カノア銀、続き安室ちゃんどう、おめでとうございます。今ちょっとあの錦織さんのテニスをゴリンドと JP で見てるんですけど、今ちょっと外行ってきて戻ってきてちょっと汗かいてすいません、汚くて。あれですね、なんかあの、すいません、ちょっと暑いんで、これいいっすよ、涼しい。あれですね、ちょっと待ってくださいね。はい、冷えました。さあ、カノアさんはなんかあのお父さんもサーファーで、で、日本人の両親で、まあ今、アメリカに住んでいるってんで、安室ちゃんは神奈川出身かな、小5の時に始めてお兄ちゃんがやっててっていうね、今も世界で、まあすごい波でしたね。なんかもう荒れてて、千葉やっぱね結構波があって、僕あの九十九里のトライアスロンに出たことあるんですけど、結構川でランニングは海岸で走ったんですけど、九十九里もね結構波があって、しかも今日台風でね、波が高くてちょっと荒れているっていう感じで、怖いですよね、もうこうザバーってね、津波、そうか津波とか言っちゃダメなんですよね。ね、震災のなんて表現するんですか、なんかもうとにかくやっぱハワイとか、僕はハワイのノースショアも行ったことあるんですよ。まあもちろんサーフィンやったノースショアなんかでできないですけど、まあめちゃめちゃなんか岩が多く、サンゴとか岩多くて、僕はタートルベイっていうね、ハワイアンオープンとかやるゴルフ場で撮影でね昔に1週間ぐらい滞在したことがあって、まあちょっと楽しかった、美味しかったですよね、楽しくて。でまあさ、クルーの人たちがサーファーの人がいて、まあちょっと見てて、僕はねサーフィンやらないんですけど、まあすごいっすよね。いやー、でもとにかく東京地方もちょっと僕都心部で昼間ちょっと出てたんですけど、なんかオリンピックってその外国人が増えたってことはまあほぼないっすね。まあ店もや、まあ新宿三丁目とか、まあ、渋谷とか高円寺とかね、ああいうとこだとやってるとこなんで、まあ、行くんですかね、外国人の飲みに行きたいんでしょうね。なんかホテルになんか選手村じゃなくてホテルになんか移動して、韓国とかなんかちょっと政治問題になってね、なんか弁当が余っちゃったり、なんか弁当がなんか福島さんのがあると放射能がどうのこうのとかね、なんか結構なんかそういう問題も起きてるんでしょうけどね。なんか社長、でも僕思うんですけど、多分1964年の東京オリンピックなんかももっとこう雑で弁当も捨ててぐらいだっただろうし、まあ、今回観客がいないし弁当も売れないしっていうね、なんかあるけど、ぴったりこう用意したものがなんかね、弁当余ってボランティアスタッフのゴミが余って捨てられてもったいないみたいなニュースも出てて、まあ僕ね今までの国際的オリンピック、長野オリンピックだってそういうのあったけど、ただオープンに出なかったし、チクる人がいなかったと思うんですよね。なんか
長野オリンピック覚えてますか皆さん。あれでだって今どうなってます、あのオリンピック道路とか使ってます、行ってます、皆さん行ってないですよね。あと開会式とか演出家とか誰か知ってます、知らないですよね。まあそのコロナ禍でまあ云々っていうのはすごい分かります。で政治が問題ですよね。やっぱり菅さんは早く辞めた方がいいと思ってますし、小池さんも嘘ばっかりだしね、僕でよければ都知事になりたいですけど、そんなわけないんですけど別に絶対無理ですけど、どうなんでしょうね。なんか3000人になって西浦教授の兄弟の当たってたなんて言ってますけど、感染者3000人東京だけど、まあワクチンで悪化しないので、僕ほぼ家族内感染だと思うんで、若いお子さんとかが、子供がいる人たちが子供から親に移すっていうのが僕ほとんどだと思うので、僕独身の人でね、一人暮らしの人でかかってる人一人もいないんですよ、マジで。まあいると思いますけど、ほとんどがね家族で暮らしてる人とか夫婦とか、要は家の中だとマスクしないじゃないですか。だから僕の友達の方の結婚して子供いる人は多分移るんでしょうね。子供はもう風邪みたいな感じで症状出ないんで、ね、子供と喋る親は移るんでしょうね。でまあワクチン打ってなければ死ぬ可能性もある、それがコロナ、あのウイルスですからね。まあインフルエンザと一緒で、で病院も逼迫しているっていう問題で、病院の逼迫はあの病院と国の問題なので、とにかくもっとこう民間の医療を、まあそれができないんですっていうね、政府がねできないんでしょうけど、日本医師会とか、まあそこが問題であって、なんかオリンピック開催、まあボロクソ言ってる僕のね好きなジャーナリストの方とかやっぱりボロクソ言ってますけど、青木さん津田さんとかね僕好きなんですけど、茂木健次郎さんは脳科学者の賛成派で、まああと僕がよく見てる言論カフェ東博樹さん哲学者のも、まあ好きでも嫌いでもない、スポーツはまあ興味ないっていう人なんですけど、まあ問題は、ワクチンみんな打てと、全員強制的に打った方がいいっていうね、広がらない、打ちたくない人もいるじゃないですか、副作用が。でさっき僕あの霧島ローランドさんっていうフォトグラファーっていうかね、今なんかあの IT のね仕事されてるんですけど、まあ元モデルのね霧島カレンさんってお姉さんが有名で、ローランドさんも有名なんですけど、カメラマンとモデルでがなんかワクチン、ファイザーじゃなくてなんだっけな、どっち打ってたっけな、ローランドさん、僕の YouTube 多分見てないと思うんで、見てたらコメントください。霧島ローランドさん一回ね民主党から政治出て落ちちゃったんですけど、今 CG の制作会社やってるんでね、コンピュータグラフィック。ローランドさんはまあちょっと僕総合フォローはさせていただいてて、あのまあローランドさんオリンピック反対派だという感じであったの、ローランドさんなんだっけな、ローランドさんはワクチン、なんか霧島ローランドさんがワクチン、新しいワクチンの効果がまあ 50% ぐらい、変異株 50% ぐらいしか効かないよってね、僕らが今打つ、僕まだ1回も打ってないんですけどやばいんですけど、世田谷をちょっと遅くて、あ世田谷なんですけど、
まあ、ファイザーじゃない、モデルナを打ってたそうですね。1回目は痛かったぐらいで、2回目はちょっとだるかったっていう。で、医者の友達はなんで打たない、自然抗体がなくなるとかって、嘘だって、ワクチン打つと自然の抗体がなくなるっていうのは、まあ、メッセンジャー RNA のことで、まあ一回、まあでもね、医学って分かんないので、僕が信じてることがもう全てでもないし、お医者さんもいろんな人いますしね、研究者の人もいれば、まあすごいインチキでっていうか、すごい底辺の医学部出身で適当に整形外科とかやってる人もいるし、まあね、こう、あとなんかその津田さんと青木さん、さとしさんかな、津田大輔さんのやつでね、あのポリタス TV って見てたんですけど、まあ、メダルラッシュで過去最高ので、まあ外国人の選手が熱くて怒ってるっていう、あのホテルも狭くて段ボールのまあでもそのまあ難しいですよね、その言えば調整してくれるっていう、まあ日本的なサービスの問題もあっただろうし、難しいですよね、なんか、まあ、実際のところはどうだか分かんないですしね。あと永瀬さん、柔道あの金メダルかなですね。まあサーフィンってやっぱりアメリカ、ブラジル、オーストラリア、あと日本で、なんか知らない人いますけど、日本ってねサーファー人口多いですからね。神奈川、千葉が多いと思うんですけど、まあ名古屋もね、あの三河地区とかあるんですけど、まあ大阪もあるだろうし、あと九州は宮崎とか、北海道でもできるらしいんですけど、まあ東京の人口ってめちゃくちゃいますからね。あの世田谷区だけでもどっかの国の人口より多かったりするんで、ちっちゃい国のね、あのまあ千葉と神奈川だけでサーファーめちゃくちゃいるんですよね。まあそのにわかっていう人もいるし、まあ海沿いのね湘南の人は当たり前のようにサーフィンやってる人は多いですからね。あのやっぱりこの湘南ってね、中国の湘南っていうと場所を真似て、カリフォルニアみたいにしてね、鎌倉とか逗子とか大磯とかね、あの僕の東海大学の湘南校舎、まあ湘南校舎って言ってもね結構山側なんですけど、まあなんとか原付とかで車とかで行けばね行けるところに海があって、まあ平塚ですよね、平塚市。あの東海大生はね、あの学割で平塚のね自動車学校行くんですよ。大学からバスも出てて割引でね、僕もそこで取ったんですけど、花水ってフラワーのウォーターの花水っていうところにあってね、まあ僕そこからなんか海に行ったりもしましたよね。大学時代こう大磯、ロングビーチは一回行ったかな、覚えてないんですけど、大磯海岸行って、でまああの江ノ島とかからはちょっと遠いんですけど、平塚もビーチパークっていうのがあって、ビーチバレーの、ね、コートがあったり、全日本のこう、あとライフセービング部が結構盛んで、ライフセーバーがいて、板があってボードウォークってあってね、すごいかっこいいんですよ、綺麗な。やっぱ東京っていうか神奈川違うなと思いましたけどね。海もね夏は綺麗なんですよ、結構青々として。まあもちろん汚い場所も昔ね江ノ島とかあったけど、結構今はもう綺麗なんじゃないですかね。あの掃除とかみんな知ってるし、ゴミもね、あのまあ海沿いの方々が清掃したり、まあ昔よりね日焼け、海に入る人は、まあ海岸には行ってさ、わーわー遊んだりするけど、
昔よりこう人口子供も減りましたしね、あの海は綺麗だと思いますよ。あの鎌倉とかね、ああいう平塚とか逗子とかあっちの方とかね、西日本の人、名古屋大阪関西の人あんま知らないと思うんですけど、行くと、あ、関東ってでかいんだなっていう、まあ東京じゃないですけどね、神奈川鎌倉とか、まあ東京から通ってる方いっぱいいるんですけど、あの湘南地方ね、あのサーフィンのその安室さん、鈴木さんも多分どうしたの、神奈川って書いてあるんで、どこなんですかね、横浜か、まあ神奈川の方はね、サーフィン結構楽しめるエリアなんで、小田急線とか JR でね、あの慶応大学の湘南藤沢校舎、藤沢ですよね、日大藤沢とかあったり、あのSFC っていうんですけど、湘南藤沢キャンパス、慶応大学の、僕今ね環境政策だっけ、なんかあの僕のがちょうど受験の時にできたぐらいで、その時に偏差値低かったんですよ、59か60ぐらいで、慶応大学の中で一番人気なくて、あの僕世代ね、できたばっかぐらいの時で、あと慶応大学も田舎に作ったんだみたいな、まあ今すごい人気があるね、あの湘南スイッチサーキュー、めちゃくちゃ遠いですからね、東京から、なんか SFC みたいな、キラキラみたいなね、あの IT 企業みたいな、あのサイバーエージェントみたいな、ね、僕の前職の会社も SFC の人、あでも慶応の人は SFC の人あんまりいなかったかな、まあ今いたんだと思いますけどね、あの慶応のやつは後輩いましたけど、湘南藤沢キャンパスはあんまり、まあでも友達もいましたし、あ、いますよ、何人かいますけどね、まあ別に僕世代の時のは誰でも入れたってわけじゃないですけど、一番偏差値が低い学部だったでしたよね、慶応大学では。僕もね、一浪してたら受かったかもしれないですよね、わかんないですけど、受けてね、現役でね、東海大の体育学部行ったんで、まあその湘南のね、ブランドとかね、まあ、千葉、カノアさんはまあ完全アメリカのスタイルです、こうね、鈴木さんみたいに神奈川出身で、神奈川出身だと思う、すいません、さらっと見ただけの、この世界で3位ですからね、まあこれからそのサーフィンとね、あのスケボーっていうのはこう両方、あ、そう、あの子出ますよね、スノボーの、なんだっけ名前忘れちゃったスノボーの、なんだっけ、スノボーで、あのハーフパイプで2位になった子、ちょっと待ってくださいね、もう僕ね、と出てこないんですよ、子供、言葉がおじさんでね、スケートボード、あ、じゃあ動画じゃダメなんだ、ちょっと待ってくださいね、これどうすればいいんだ、あー違う、ツイッター競泳、あ、あとあれですよね、あのあれなんだっけ、あの水泳のダイヤ、瀬戸ダイヤさん不倫でね、ラブホになんか可愛い子連れて、奥さんがなんかすごい美人のシンクロ今アーティストスイミングなんだっけ、シンクロって言っちゃうんですよね、今だね、あのアーティストスイミング、パークっていう方だよね、スケボーの出場選手、あ、そうそう、平野歩夢くん、新潟出身、所属 TOKIO IN KARAMI っていうね、歩夢くんね、22歳ですからね、あのすごいね、まあ、あの人と同い年ですよね、ハーフパイプですよね、まあ、だからサーフィン、スノボー、スケボー、まあ、横乗りで、僕のね友達、愛知県の友達もサーファーなんですけど、スケボーやってスノボーもうまいって、まあ横乗りみんな一緒なんでしょうね、やっぱ今時の、僕の友達は おじさんなんですけど、まあ、横乗りのスポーツってやっぱかっこいいっ
っていうかね、やっぱスポーツはファッションっていうね、その友達ともその辺意見あるんですけど、あのゴルフだってファッションじゃないですか、なんかと思うんですけどね、違いますかね。なんかやっぱりかっやってて気持ちいいっていうかね、かっこいい、かっこいいって何かっていう、かわいいとかかっこいいとかの基準って何かって話ですけどね。はい、ライブでも見るかな。東京はね、今日昼間雨で、昼ぐらいから晴れて、ピーカンでね、ちょっと湿気がある感じで、神奈川とかはね、あの、もともと晴れてたし、東京はね、その千葉とかもちょっと、あの、サーフィンね、曇って波が荒れてましたよね。雨も降ってたぐらいなのかな、台風の影響で。そう、瀬戸大也くんとかまだ下を買うし、なんか不倫はもちろんね、奥さんや子供悲しませるのでいけないんですけど、まあ僕の根本は知り合いじゃないし、瀬戸さんと僕直接、奥さんも知らないし、あの他人の知り合いだったらちょっと嫌ですよ。全然知らないやつの不倫とかその性行為とか、もうそういうの関係なくないですかね。学校じゃないし身内じゃないので、まあ別に、まあ、逆にね、僕なんかいいじゃんって思っちゃいますけどね。おめえに言われたくねえよ、お前でなんか言ってるよ、オタクの人たちも。お前早く彼女っつって、まあ別に僕上から目線じゃないですよ。お前早く、お前女いっぱい作れよみたいな。なんかわかんない。そういうのはちょっとあれ、不謹慎かもしれないですけど、別にそのスポーツ選手で輝いている魅力的な女性男性がモテることっていいじゃないですか。お前らオタクがアイドルとかアニメとか見て可愛いって言ってるのもキモいっていうか一緒だと思うんですよね。僕一緒だと思ってるんですよね。で、モテる人はいいなって思った人が魅力的なんで、こう、実際、関係近くで、まあ、友達になったり親しくなったりっていう、まあ、僕はもうね全然ダメですけど、その嫌われてもいいので、僕はもう男性でも女性でも興味のある知識がある方とか年も関係なく近寄るし、まあ、向こうがちょっとね避ければ、まあ、大体わかるんで。まあでもね、なんか鈍感な人だとね、何度も誘うと飲み行って仲良くなることもあるんで、まあそこ分かんないんですよね。結構人によってその人付き合いとか恋愛とかって相当違いますし、まあその時の気持ちとかね、状況にもよりますし、まあ、瀬戸君はその奥さんが多分子供がちっちゃかったんで、奥さんとの夜の性生活を拒否されて、そのまあ、モテます、かっこいいし、お金も有名人だしね、お金もなんかがベンツかなんか乗ってたのかな、なんかまあね、それで付き合ってやってたんで、まあ離婚しなかったじゃないですか。やっぱりあれってやっぱり奥さんも非があったんだと思いますよ。まあ分かんないですよ、心情は。だけどもうそういうことしたくないっていう拒否された子育て可能性もあって、みたいな、もっとこうラブラブしたいのにみたいなっていう瀬戸くんのね、実際何かわかんないですけど、まあ僕はなんかそうかなって。大体ね、子供ちっちゃい時って浮気するんですよ、どこ。まあ僕の友達も多いですよ、多分子供が、奥さんが母親になってしまって子育てしてる時って、あの旦那さん浮気しちゃうんですよ。で奥さんと違うタイプの女を作るっていうね、まあ、僕結婚したことないんでお恥ずかしいですけど、大体そうです。なんかこれ見てる女性もね、それぐらい覚悟 した方がいいっていうか、特にお金の収入が多かったりね、見た目がかっこよかったり魅力的な男性はやっぱりモテるので、奥さんが相手にしないとやっぱりそういう夜のお店とか行くのが、ま、健全な健康な男子だと思うので、結婚してもね、奥さんに、旦那さんを構ってあげてください。まあ、瀬戸くんね、ほんと頑張って、血並みくそうでもう一回頑張ってほしいです。何言ってんだ俺。まあすいません。はい、それでは、バイ。
25分も喋りました。適当です。バイバイ。今日はもうこれでアップしません。